ワシントン・ユニオン駅の中央ファサード・ユニオン駅はアメリカ合衆国の首都ワシントン DC の玄関口となっている鉄道駅である。同盟の駅と区別するためワシントン・ユニオン駅と呼ばれることもある。1908年に完成した拡張高い駅舎で知られるワシントン DC の名所の一つ。年間訪問者数は3200万人に上る。アムトラックのほか。 マーク及びバーの両通勤鉄道サービス並びにワシントンメトロが運営するバス及び地下鉄が乗り入れている。アムトラックの本社も駅構内にある。首都ワシントンへの鉄道の乗り入れはボルチモアオハイオ鉄道が1835年にボルチモアからの支線を開業させたことに遡る。この時、同鉄道の駅はアメリカ合衆国議会議事堂のすぐ北側に建設された。 これに対抗し、ペンシルバニア鉄道もワシントンに乗り入れを計画し、ナショナルモールに駅を建設して1872年に開業した。その後、ペンシルバニア鉄道の駅には、南部諸州からの鉄道各社の列車も乗り入れるようになった。1890年代になると、ワシントンのボルチモアオハイオ鉄道とペンシルバニア鉄道の両駅は、それぞれ年間100万人以上の利用者で、 混雑するようになったが、両駅とも手狭で施設の増強が必要となった。また、両鉄道の輸送量が増えるにつれ、線路と市内の街路との平面交差が引き起こす事故や、道路の混雑が問題となった。こうした事情を背景に、両鉄道は、1901年に両鉄道を含むワシントンに乗り入れるすべての鉄道が、共同で利用する新しい駅を建設する計画が、 あることを発表した。ワシントン DC 市民は以下の2つの理由でこれを歓迎した。アメリカ合衆国地質調査所による衛星写真、ピエール・ランファンの都市計画に基づいて開かれた2つの大通りの交差点に位置し、幅600フィートを超えるファサードを要する、この巨大な駅舎を設計したのは建築家、ダニエル・バーナムで、ピアース・アンダーソンの助けを借りている。 その外観には様々な衣装が取り入れられており、例えば正面や外観はローマのコンスタンティヌスの外線門を思わせる古典様式となっている。このように主要都市の入り口となるターミナル駅の正面を外線門のイメージでまとめるのはロンドンです、また内部に目を転じると十六フィートの天井口を有する市町愛室の大きな円外空間は、これも 古典様式でディオクレティアヌス浴場の影響を受けている。大きなホールを屋根付きの回廊で結んだ外観は、バーナムが主任建築家を務めた1893年のシカゴ万国博覧会における高等部ヒーローズを思わせるものである。このほかボザール建築様式の碑文や偶意的彫刻も見られる。正面中央ファサードのアーチの上を飾る。 鉄道の発展と称される6体の巨大な彫像は、コンスタンティヌス外線門に施されているだけや旅衆の彫像をモデルに、ルイス・セント・ゴーデンスがデザインしたもので、アメリカルネッサンス運動の精神の現れということもできる。具体的には、プロメテウスは火、タレスは電気、テミスは自由と正義、アポローンは創造と発想、ケレースは農業、 アルキメデスは機械を表している。また、セントゴーデンスは、駅のメインホールに26体の100人隊長の、彫像も配置した。開業当初、この駅には、様々な食堂以外にも床屋から、死体安置所といったサービスもあった。また、現在はレストランに転用されてしまったが、寄品室も設置されていた。ユニオン駅は1907年10月27日に、オープンし、 最初に到着したのは、ピッツバーグからのボルチモアオハイオ鉄道の旅客列車であった。ほどなくこの駅は、小外区先にある議事堂への玄関口となった。第二次世界大戦の頃が最も繁忙となり、1日の利用者は20万人に上った。その後、米国で鉄道による旅客輸送が衰退するまで、ユニオン駅は、米国の主要ターミナル駅の一つであった。主に、 ボルチモアドハイオ鉄道、ペンシルバニア鉄道及びサザン鉄道の旅客列車が発着していたが、リッチモンドフレデリックスバーグポトマック鉄道のリッチモンドへの路線を経由して、アトランティックコーストライン鉄道やシーボードエアライン鉄道に接続し、両カロライナ州、ジョージア州及びフロリダ州方面に向かうこともできた。暴走した。 当該機である GG14876 号機ユニオン駅で発生した有名な事件としては1953年1月15日朝に発生したペンシルバニア鉄道のフェデラルの暴走事故を挙げることができる。同列車の機関士がプラットフォームの2マイル手前でブレーキを操作しようとしたところ機関車のブレーキしか効かないことが分かった。この結果、 同列車は十分に減速することができず、列車を牽引していた GG1 機関車4876号は、時速約25マイルほどのスピードで、駅16番線先端の車止めに突っ込んだ。機関車はプラットフォームに乗り上げ、その先にあった駅長室や新聞売り場を破壊し、手待合室を遮る壁に、まさに衝突しようとしたその瞬間。 機関車の重みに耐えられるようには設計されていなかった、駅の床が抜け、地下室に落ちる形で止まった。重さ44万7千ポンドの電気機関車が落ちたのは、現在のフードコートとなっているところのほぼ中央である。ユニオン駅手前の信号所からの連絡により、駅の利用客の避難が完了していたことも、ありこの事故での死者はなく、編成後部の客車に乗っていた人々は乱暴な。 停車をしたと思っただけだった。事故調査では、ブレーキの制御弁が閉まっていたために、ブレーキが効かなくなったことが分かったが、その原因は落下してきたつららの衝撃によるものと、推定された。1976年の映画大陸横断長特急の最後のシーンは、この暴走事件を下敷きにしている。なお、この機関車が、その後間もなく修理されて現役に復帰したことは、 GG1 の環状差を実証することになっている。第二次世界大戦後の米国では、連邦政府が週間高速道路建設を推進したことも手伝って、鉄道による旅客輸送が衰退した。その結果、アメリカ合衆国の多くの鉄道駅と同様に、ユニオン駅の経営は困難になり、それに合わせて建物としての維持管理も十分に行き届かなくなった。 すでに1958年には、ボルチモアハイオ鉄道とペンシルバニア鉄道が、駅舎を解体してその場所にオフィスビルを建設することを検討していたほか、1960年代前半には、文化センターあるいは、鉄道博物館への転用案も打ち出されたが、いずれも日の目を見なかった。その後、1968年に、米国の建国200年式典に合わせ、 ユニオン駅を国立観光案内所に転用することが決定された。この事業のための予算はその後の6年間で手当てされたものの、関係者間の紛争などで着工は遅れ、案内所の完成は1976年の独立記念日ギリギリとなった。案内所では100面のスクリーンを用いたスライドショーなども行われたが、完成が遅れて十分な広告宣伝期間が取れなかったことや、 便利な駐車場がなかったことなどが災いし、入場者数は低迷した。1977年の会計検査院報告で、ユニオン駅は今にも崩壊する危険性があることが示されたこともあり、1978年10月には案内所が閉鎖された。案内所が閉鎖された後のユニオン駅は屋根に穴が開き、待合室の床にはキノコが生える状態にまで陥ったが、 1981年に保存・再開発法が成立し、修復と改装が始まった。修復と改装を終えたユニオン駅は、1988年9月29日から、現在の形で営業を再開した。かつての駅空間は、レストランや店舗に転用され、今日、ユニオン駅はサイドワシントン DC で最も繁華でよく、知られた場所となり、 年間3200万人が訪れている。このようなユニオン駅の再開発の成功は、米国の他の都市における駅再開発計画の指導を促した。なお、鉄道駅としての施設はニューヨーク寄りに移設されたが、旧駅施設の痕跡は、地下のフードコートに残されたホームの番線標識などから伺うことができる。 現在のユニオン駅の鉄道駅としての機能を見ると、北東回路の南端の終着駅として、ここから北に電化された鉄道線が、ボルチモア、フィラデルフィア、ニューヨーク及び、ボストンなどまで伸びている。また、電化されていない鉄道線がトンネルを経由して、南に伸びている。ホームは、上層と低層に分かれており、上層は7番線から20番線までであり、 マークとアムトラックのアセラエクスプレス及びノースイーストリージョナル列車が発着している。低層は22番線から29番線までであり、バーの列車を含め、ファーストストリートトンネルを抜けるすべての南行き列車とアムトラックの北行き列車の一部が発着する。ワシントンメトロのレッドラインは建物の生誕地いにあり、メトロの中でも最も乗降客の多い駅となっている。 ユニオン駅の所有者は非営利団体のユニオン駅、再開発会社だが、84年間借用権は、ニューヨーク市に本拠を置くアシュケナージ買収会社にあり、運営は、シカゴに本拠を置くジョーンズ・ラングラサールが行っている。この駅には、アムトラックの本社があり、IATA 空港コードザウを持っている。ユニオン駅はこれまで多くの映画の撮影現場になっており、代表的なものとして、 スミストへ行くがあり、その他にも見知らぬ乗客、ハンニバル、リクルート、EN、アロングケーム、エースパイダー、EN、コラテラルダメージ、ザ・センチネル、陰謀の正常期、EN、マイフェロー・アメリカンズ及びウェディング・クラッシャーズが挙げられる。テレビ番組では、ザ・ホワイトハウスがユニオン駅を舞台に使った。ユニオン駅は、多くの著作でも登場してきた。 キャロル・ハイスミスト・テッドランド・フェアによる128ページのユニオン駅、ワシントンの終着駅の装飾的歴史では写真と文章でこの駅の完全な歴史を伝えている。トルーマン大統領の娘、マーガレット・トルーマンの首都犯罪ミステリーシリーズにはユニオン駅殺人事件が含まれている。ありがとうございます。